僕にとって食べることっていうのが一番幸せを感じることで、最近はカレーにすごく助けられていて、とにかく家に帰ってきたりとか、まあ授業が終わったら玉ねぎを炒めるっていうところから、今日の気分はじゃあこれくらいまで炒めようとか、今日はきつね色くらいまで炒めようかなとか、ヒグマ色ぐらいまで炒めようかなっていうのを、もう自分の気分とすり合わせながら玉ねぎちゃんのこの表情の変化を楽しんで、あ、今日はちょっと元気出したいからがっつりめのカレーに行こう、今日のそのテンションというかグルーヴみたいなやつを自分で感じて明日も頑張ろうみたいな原動力になっているのが僕にとっての玉ねぎです。